はい、どうも、上ちゃん TV へようこそ。今回はですね、前回、お知らせしていた、スマホケースのご紹介になります。今回もですね、これね、必見ですよ。本当に必見です。はい。今回のタイトル、二刀流ということなんですけども、二刀流ですね。大谷選手にね、ちょっとね、あやかろうということで、二刀流ということなんですね。今回ご紹介するスマホケースもですね、言うなればですね、二刀流なんですね。はい。変身。はい、ということで、実はね、昨日ね、息子とね、仮面ライダーカブトをですね、久しぶりに見たんですね。やっぱかっこいいですよね、カブトね。はい、ということで、全然違った話になりましたけども。はい、ということで、スマホリングが使えて、これスマホリングね。はい、スマホリングが使えて、マグセーフ充でもできるということなんですね。これがですね、やっぱ二刀流ということで、U プロオースタンドのご紹介になります。はい、大谷選手なんですけども、メジャーのトップに立ってるわけなんですけども、さっそうとですかね、頂点に立つみたいなね、ちょっと違う話ですけども、我々の年代からすればですね、純粋な日本人がですね、メジャーのトップに立ってるなんて、頂点にいるということなのもちょっと考えられないことなんですけども、私なんかはね、にわかファンなんでね、そうでもないんですけども、大谷選手が、世界とか、万人に愛される理由というものがあると思うんですけども、やっぱね、成績だけじゃね、ないような気もします。彼はですね、やっぱブレない。ブレないというのがありますね。このスマホケースもですね、ブレません。これね、後から繋がっていきます。ということで、大谷選手、マンダラチャートというものがあります。80のやるべきことですね。これはですね、キレとかスピードとかですね、変化球、コントロールとかですね、そういったもの、野球の技術だけではなくてですね、体作り、メンタルとかですね、そういうとか、人間性、そしてですね、運を呼び込むとかですね、もう本当に運を呼び込むっていうのはどうやったらいいんでしょうか。そういったこともね、80のやるべきことを作ってですね、そして自分で決めたことを最後までやり遂げるということなんですね。このブレないやり遂げる信念というのがですね、やっぱね、尊敬される理由だということなんだそうです。本当ね、私もね、やっぱね、最後までやり遂げるということは本当一番大事なことだと思っております。それはね、途中でやめてしまうとね、それまでのことが全部ですね、全部もう無駄になってしまうんですね。完全に無駄というわけじゃないんでしょうけども、経験というものは残りますけども、やっぱね、無駄になってしまいます。ということで、ね、最後までやり遂げるという、これはやっぱ素晴らしいというか、もう成功する人たちのですね、共通の点だと思いますね。はい、ということで、このトーラス、これもですね、ちょっとね、ブレないですね。はい、何がブレないのかと言いますと、先ほど言いましたように、このスマホリングですね、そしてですね、このマグセーフ充電ですね、の両立をさせるということなんですね。これはね、やっぱね、ちょっとね、無理だったんじゃないかなと、無理だったんじゃなくて、無理なんじゃないかなと私も思ってました。はい、例えばですね、こういったものですね、スマホリングね、これね、ラミカルですね、これね、ラミカルのこれスマホリングありますけども、そしてですね、これね、これあのシュピゲンですね、シュピゲンのこうありますよね、スマホリング。そしてこれはですね、これね、アンカーのがありますけども、こういったものをね、これね、つけて、でもね、つけてこれでこう、こうやってね、使えるんですけども、やっぱね、これね、取れなきゃいけない。ということで、面倒。正直でむっちゃ面倒。クソ面倒でした。もう本当に面倒でした。もう目が本気になるぐらいちょっとクソ面倒でした。ということで、やっぱね、スマホリングをついたままですね、充電がしたいということで、なかなかね、そういうのはね、ちょっと無理なんじゃないかなと思ってましたけども、やっぱね、やってくれましたね、トーラスさん。もう本当にね、この信念、もう信念というのは、ぶれないということでね、もう本当に信念感じますね。はい。ちょっとでも本当にね、ゴリ押しですけども、次はですね、やっぱね、大谷選手、これね、進化っていうのがやっぱね、すごいですね、大谷選手の進化ですね。大谷選手はですね、独自のトレーニング方法を生み出す名人だと言われております。これはですね、メジャーに移籍した時よりもですね、上半身がですね、ビルドアップしてたんですね。ビルドアップ、バーン、こう、一回り大きくなってたんですね。でもですね、実はですね、
体全体をウェイトトレーニングでですね、本当にビルドアップしたと、鍛え上げたということらしいんですよ。らしいですね。で、まあ、プロテインとかね、そういった栄養バランスも考えてですね、まあ、そういったもので、保ったということなんですけども、はい、このトーラス、はい、このトーラス、このトーラスもですね、まあ、進化しております。何が進化したかと言いますと、この磁石ですよ。ここ、これこれ。これ、これね、これね、これね。これね、磁石。これね、普通の磁石じゃありません。はい、ハルバッハマグネットということになります。ハルバッハですよ。ハルバッハ、もうここもう呼吸がちょっと苦しくない。ハルバッハです。もうドイツのなんか名前みたいな感じがしますけどもね。ハルバッハ、ハルバッハみたいなね、全然面白くないですね。はい、ということで、磁石のですね、このね、配列をですね、操作することによってですね、5倍の磁力をですね、まあ発生させるということなんですね。もうほんとすごいですよ。ですのでこれね、金属部分ならもうベタベタ貼れます。はい、バンバン貼れます。はい、ということで、まあ冷蔵庫に貼ったりですね、そしてまあ浴槽に貼ったりですね、まあ浴槽と言いますと、うちの浴槽はですね、あの放浪なんですよ。放浪、皆さん放浪って知ってます？あのまあ放浪、まあ、金属のな、まあ、あれ種類なんですけども、全部金属の放浪なんですよ。放浪、放浪鍋とかあったでしょ。年いってる人しか知らないですね。まあ放浪鍋ってあったんですよ。そう、あれを全面にこう貼ってるものなんですよ。ですのでシャワー浴びるところとか、それとかですね、まあ浴槽のところとか、あ、そういったところにですね、バンバン貼れるんですね。これね、磁石ですので、ですので、まあね、まあ女性の方でしたら、主婦の方でしたらね、まあ冷蔵庫に貼ってですね、動画も見ながら音楽も聴きながら、あ、できるということなんですね。もう本当に5倍の磁力ですから、本当に強力ですよ。ということで、車載ですね。車載なんかでも金属部分にバンバン貼れますね。はい、まあこれ落ちないと思いますよ。ただバンバンとかで鳴らせば、まあそれは落ちると思いますけどね。限度もあります。5倍といっても限度があります。はい、次ですけども、はい、次のゴリ押しです。もうゴリ押しになっちゃいましたけども、次のゴリ押しです。まあ大谷選手はですね、まあ野球が大好きということで、まあ野球選手なんでね、まあ野球は好きなのは当たり前だろうと思われる方もおられると思います。まあでもね、これね、考えてみてください。もう彼はですね、28歳ですよ。ということは28年間野球のことばっかりですよ。まあもちろんそれは1歳の時とかそれは無理だと思いますよ。でもね、どうでしょう、まあお父さんが野球だったらですね、もうちっちゃい頃からですね、赤ちゃんの頃からもう野球スイングバットバットとか、まあ野球あんま詳しくないんで、まあそんな感じですけど、私から言うとね、まあそういうことなんでね、まあちっちゃい頃から、あ、それはもう野球漬けですよ。それはもう野球でどっぷり使ってると思いますよ。それはもう少年時代からですね、素振りの練習からですね、まあキャッチボールからやってたと思います。もう本当に少年野球から入ってですね、そしてもう朝からもう何ていうんですか、朝練、そしてですね、授業中はですね、もうあのルールの勉強、ちょっと先生のごまかしながらですね、まあ、ルールの勉強したりですね、そしたりもう放課後はですね、野球部、そしてですね、帰って、そして素振りの練習とかね、そういうときキャッチボールとかね、そういったものをもうやってる、まあ、もう私の友達の、まあ、子供さんもですね、そういうことやってますんで、まあ、日本全国の野球好きの少年なんかやっぱそうだと思いますよ。ということで、まあ、プロに入ってですね、そしてメジャーに入って、そしてもうずっと、もうということはもう一生ずっと野球をずーっとやってるということなんですね。で、それで野球好きというのはもうやっぱちょっと天性なものがあると思いますね。これはね、もう野球の、何か、もう、なんか神様の生まれ変わりみたいなね、ちょっと言い過ぎですけども、まあそんな感じですよね。はい。ただね、何が言いたいのかと言いますと、趣味をね、職業にするした途端にですね、実はね、あんまり好きじゃなくなってしまうんですよ。どうしても。それはなぜかと言いますと、趣味ならね、まあ、社会人リーグに入ったりしてですね、会社が終わった後にシュッと言ってですね、課金とか言って、趣味でですね、やる分は、まあ、別に全然出るのも楽しいわけですよ。じゃあね、はい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 とか言って、もう楽しいわけです。でもね、これはね、初期ゴールになると成績がですね、重くのし上がってくるんですよね。のしかかってくるんですね。そういった時になかなかこれはね、ちょっと、ね、しんどいよ。はい。ということで、なんでしょう。はい。ということで、トーラス、何がつながるのかと言いますと、この、見てください。このフォルム。はい。これちょっとね、こうやって見せましょう。綺麗にね、見せたいと思います。このフォルム見てください。これね、ちょっとね、綺麗に見えるでしょ。綺麗に見えるでしょ。はい。はい。はい。この機能性を重視したバランスの取れたフォルム。
もうむちゃくちゃ素晴らしいと思いませんか。ほんとかっこいいですよね。ほんとカメラの兜みたい。全然違うか。これを作った人、ケースが大好きだったんじゃないかなと思いますよ。こういったものを設計するのがですね。もうほんと、これ好きじゃないとですね、このバランスの取れたシックなフォルムを出せないでしょ。そしてこのマット感なんか絶妙ですよ。このマット感なんか絶妙ですよ。本体のですね、トランスルーセントというのが、まあ、トランスルーセントって、こう、半透明ですよね。これね、半透明。というのをね、トランスルーセントって言うんですよね。半透明のこのツヤ消しのフレームっていうのがもう本当に相性抜群ですよね。はい、この機能性を生かした、なんていうんですか、これね、プロダクトデザインっていうのがあるんですよね。そういうね、言葉がね、もう本当もう口がまめらないですよね。はい、ということで本当にいい仕事してますよ、本当にね、これね。はい、大谷選手に、預かってですね、このね、トーラスの U プロ O スタンドのご紹介してきましたけども、もうね、やっぱね、手元でね、やっぱね、これね、見てもらいたいと思います。はい、手元で。ですので、これ開封動画ですね、撮っておりますので、そこを見れてやってください。それでは行きましょう。せーの、ドン。はい、それではトーラス見ていきましょう。まずですね、箱はまあこんな感じですね。こんな感じでしょ、普通ね、こんな感じだと思います。はい。柄はかっこいいですけどね。はい、それではちょっと見ていきましょう。チャリラリラーン。おー、なんでしょう、これ。なんでしょう、なんでしょう、なんでしょう、これは。なんでしょう。申し込むっていうのがありますけども。日本語ですね、申し込む。保証登録しなきゃいけないんだ、これ。素晴らしい旅にしようということで。素晴らしい旅にしたいですね。はい、申し込む。保証登録。登録しないといけないんだな、これな。わかんないんですけど。はい、ということで、こんな風になってますね。素晴らしい旅にしようと。こんな風になってます。はい、まあ、ちょっとこっちの置いておきましょうか。はい、ここ置いてからしましょうか。はい、ということで、開けていきましょう。はい、チャリラリラーって裏かよ。おい、裏かよ、裏かよ、ほんとに。はい。おー、いいですね。お、しっくりいいだな。これ、ツルツル、ツルツル、サラッサラ、サラッサラ、むっちゃサラッサラ。ここはですね、あれなんですよね。黄色にならないような処理されてるんですね。黄変処理、黄変、何ですか、何ですか、ちょっとこう書いておきます。黄変ですね。黄色い変更、黄色い変ですね。変、の処理されてるということで。はい、ということで、これですね。はい、いいですね。はい。で、ここはね、ポリカーボネットになります。そしてですね、ここは TPU 素材ということで、軽い、なんかね、なんか重いとかなんかね、そういうレビューもあったんですけど、むっちゃ軽いですよ、これ。40g ぐらいしかないはずなんですよね。はい、ここも書いておきます、これね。こっちかな。はい、これ書いておきます。はい、ということで、サラッサラです。むっちゃサラッサラです。むっちゃサラッサラです。はい、もうむっちゃサラサラ。他に言うことはないのかっていうけど、もうこの印象がもうむっちゃサラサラですね。はい。むっちゃサラサラ。で、ここですね。これね。お、意外と硬い。お、かっけー、この音。お、かっけー。あ、で、ここにこのマークがありますね。ちゃんとね、ロゴがね、ありますね。はい。ということで、お、いいね。はい。じゃあちょっと装着してみましょうか。はい。装着してみましょう。まずですね、こっちから入れましょうか。はい、こうやって、はい、はい、ぴったり、すぐはまる。おー、かっこいいじゃないでしょうか。おー、かっこいいんじゃないでしょうか、これね。かっこいいんじゃないでしょうか。おー、ちゃんとね、白なので、ホワイトなんですよね、私にと。シルバーか。シルバーなんですよね。シルバーなので、こんなような感じになります。シルバー、かっこいいじゃないでしょうか。はい。で、こういうことですね。意外と硬い。このぐらい硬くないとやっぱダメですよね。はい。この意外と硬い。お、パチ。このパチがかっこいい。はい。こういうことになりますね。まず、ここですね。これなんだっけ、電源ボタンじゃねえや。なんだっけ、このね、ね、このボタンね。あ、全然変わんない。変わんない。あ、まあ、少しやっぱこのカバーがある分だけ、反応がちょっと少しグッと押さなければいけないかな。はい、ここはしっかりね、こういう風に開けられております。しっかり、綺麗ですね。はい、そしてこっちですね、こっちも、ちゃんと。やっぱね、やっぱカバー、変わんない。変わんない。私ね、この、レザーね、アップルのレザー、これ使ってたんですけど、ほとんどこれ変わんないですね。変わんない。
もうこんな感じ、こんな感じでした。はい、ということで、そしてね、ここのね、ここね、この高さ、これが 1.5 ミリぐらいあるんですよね。ですので、こう置いたとしてもですね、レンズがですね、接触しないという風な設計になっているようですね。はい、こんな感じで、わかります？はい、こんな感じ。ちょっとね、ちょっと、ね、ケースの方が出てるでしょ。ちょっと出てるんですよね。はい。そしてここはもう完全にフラットですね、ここ。はい、完全にフラットです。ですので、こうした時もですね、この薄さですね、この薄さ、はい、この薄さになりますね。はい、こうですね、かっこいいですね、このパチっていうのがね。はい、ということで、そしてね、ここもですね、ちょっと出てるんですね。少し出てます。ほらちょっと少し出てるでしょ、少し出てるでしょ。はい、少し出てますので、置いた時にですね、画面に接触することがないということなんですね。うん、ここはやっぱサラサラ、意外と、持ちやすい、意外と持ちやすいですね。はい、意外と持ちやすいです。お、いいんじゃないでしょうか。少しね、ここに、ロゴありますね。ここね、ロゴあります。で、なんかね、少しですけど滑り止めがありますね。ちょっと少しですけど、ちょっとサメ肌みたいな感じ、ちょっと少し、なんか、小さなブツブツが少しあります。もう、ちょっとわからないぐらい、本当に。サメ肌みたいな感じ。少し、こう、滑り止めが少しあります。はい。で、ここはサラッサラ。もう、サラッサラ。もう、なんか、頬ずりしたくなるようなサラサラ感です。ここはね。やっぱね、いいね。さすが、史上最高のケースと言われただけのことありますね。はい。はい、素晴らしい旅にしようということで。はい、ということで、どうだったでしょうか。はい、ですね、U プロ、まあ、スタンドですね、まあ、トーラスの製品なんですけども、実際ね、これね、こうやって、使うものなんですけども、はい、実際ね、まあね、こんな風にね、する方が多いと思います。こんな風にね、はいはいはい、はい。こんな風にね、ちょっとね、わかります？こんな風に使う方が、縦にね、使われる方が多いと思います。これもね、まあ、TikTok とか、そういう関係のことで、こう、縦に使うのが、多いと、若い人は多いということなんだと思います。で、これね、どのくらいまでいくかと言いますと、このくらい、これが限界ですね。ここで止まってしまいます。ここでね、ここで止まってしまいますので。そして、寝せるのはですね、どのくらいいくんでしょう？もうこれ以上行かなくていいでしょ、正直言って。これ以上行ったらもう寝ちゃいますからね。もう、これ以上行かなくていいと思います。で、まあ私はね、ほとんどね、横なんですよね。横。これね、横。横なんですよ。で、これはもう、こう回転しませんからね。回転しませんから。例えば、その、これね、ラミカルの、まあこれね、ラミカルのこれ、これ分かりますかね、これね。これはもうスル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 回転するので、まあこうやったり、まあこうやったりしてる角度が変わってくるわけですよね。こうやってね、角度が変わってきます。でもね、これはもう、ここで固定ですので、これね、固定。これ分かりますよ。これ固定です。これ固定。これこう回転しません。こう回ったりしませんので、これ固定ですね。ですので、こうやって立てた場合はですね、もうこの角度かですね、あとはちょっとこう、これが限界。これか、これぐらい。これが限界です。はい、これが限界になります。というので、実際ね、こうやって使います。実際ね、これ、スマホリングつけた場合はですね、こうやって使うわけじゃないですか。こうやってね、こうやってこう使います。でもね、こいつの場合はね、回転しないので、こうなんですね。これ、こうです。こうです。ですので、まあ、こうとか持ったりね、はできます。で、こうです。こうです。意外とね、これでも使いやすいです。ただですよ、ただ。私は、持った時には、もう使いません。正直言って使わないです。もう、これで慣れちゃったもん。もう、ないので。
難易度で慣れちゃってるから、もうこれでこうもういろんなところでこれでこうもういけます。ですのでいちいちこれを出してねこうする時ってもうほとんどないです。じゃあなぜこれ使うんだっていうことになれば、これ動画を見るときなんですね。はい、動画を見るとこうなんです。動画を見るときにやっぱりねテーブルの上とかで何かをねこうやってこう何かをねこうやってこう置かなきゃいけないんですよ。何かを使ってこうやってねこうやってこう何かを使ってこう置くわけですよ。何かを使ってこうやってね、はい、これがね置いくていいでしょでしょ。したらねそれが神さんのコップやったりするわけですよ。ただね神さんなんかねもうこんなことしてるとかお構いなしですもん。もう取りますもん。そしたらバタンになるでしょ。もうこういうことばっかりなんですよ。なんかねちょっとね醤油立てんとかちょっとこう置いといたら神さんとか息子なんかもすぐこうやってるとか関係ありませんからね。取りますからもうそしたらもうすぐバタンでしょ。もうこれの繰り返し。もう本当私なんかねもうね飼ってる猫よりもこうもうね下なんですよ。本当にかわいそうでしょ。関係ないか、こういう話関係ないかということで、まあね、まあそういうことで、まあこれね、本当に素晴らしかったです。これね、ちょっとね、ここね、もうちょっとね、汚れてしまってるんですよね、ここね、ちょっと汚れてしまってるんですけど、なんかね、インクがついたような感じで、もう汚れてしまってるんですけども、でも本当に素晴らしいでしょ、これ見てくださいよ、これ。あ、で、これはね、ガラス侍のこれケースになりますね、これね。カメラリング。これ前回やってますんで、よかったら見てください。前回やってます。これむちゃくちゃかっこいいですよ。で、このガラス侍とこれのトーラスとのバランスがむちゃくちゃいいでしょ。これ本当に素晴らしいです。本当にシックです。もう本当にね、もう惚れ惚れしてます。これ本当に素晴らしい。本当に素晴らしい。もう何回も言いますけど、もう何回も言わせてください。本当に素晴らしいんです、これ。これ本当にもうなんかもうむちゃくちゃ惚れてるんですよね、これね。ここのシックのこの微妙なこうカラーリングがこのこことこことのリングでもむちゃくちゃ合ってるでしょ。このセンスってもう素晴らしいと思いますよ、このねデザイン。はい、ということで、もう褒めちぎりましたけども、褒めちぐったんですけども、実はねこのトーラスという会社ね、ちょっとね衝撃なことが起こったんですよ。はい、もうこのね、衝撃なこと、これ私だけの話なんですけども、まあアマゾンでもねめったにこういうことはなかったんですけど、今回ねこのね衝撃的なことが起きました。はい、これね結構高かったんですけども、もうこう金額とかね、まあそういったことについてですね、本当に、ね、衝撃的なことができましたんで、そのことで次回ね、皆さんにねお伝えしたいと思います。本当に衝撃的でした。これはねまあ実際私も悪いんですけども、まあどうなんかなっていうのをですね、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいなと思います。これはですね、もう、済んじゃったことなので、もうどうしようもないんですけども、でもね、これね、かなり衝撃的なことでした。もう初めてのことなんで、こういうことめったにないと思います。ですので、皆さんもね、そういうことがないようにですね、そういうことをですね、まあ警告じゃないですけども、まあそういったことを失敗をしないようにですね、皆さんにお伝えしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。